まあ確かに警察署内のね話も見るにこの町にはちょっとそっか観光地化してこういうドラッグとかが蔓延しだした時だったのかなだからそれとこれとか何の関係があるんだおまけになおまけになあの 鍵が欲しいんだよあのなんだっけハウ,ハウスマンじゃなくてな,なんとかマンのな,なんとかマンのお部屋にあった鍵が欲しいんだけどあ赤い水でもかけてみるドラッグに <laughs> 全く意味がないと思うけどねじゃあここにちょっとちょっちょっちょっごめんねはい あ使えないそうですかビデオテープも使えないルークここは何でもないかちょっと使うタイミングがわからないなあごめんまたまた読んじゃったあここで使ってみるかこの手帳に赤い液体をかけると何か特別な文字が浮かび上がらないわかったえちょっと待ってじゃあこの赤い水どこで使うの あののドラッグは何なの鍵はどうやって拾うの <laughs> そうっそ俺やってんのにやってないぞおかしいなアイテムは残りが液体と、まあ、ビデオテープ、まあ、使うかわかんないけどこれはまあいらないもういらないのかな番号が書かれているだけの場所だからあとコメント頂い,いてたのが何にもねえぜ 出るとなんか、イベントが怒らない。ゴリラが俺に襲いかかってくるだけの動画。危な,危ない、危ない、怖い、怖い。そしたら、どうしようかな。俺はどこまでイベントを進めれば、許されるんだウーフェ教えてくれ。俺は、あといくつ謎を解けばいいあー、まずいああ、ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、した見せられない。 焦らずにクイックターン OK ここはもう抜けちゃってうっあまただごめんなさいごめんなさいよしああもうドキドキが止まらないよそうしたらそうだなもう一回モーテルに戻るか残念ながらもう俺にはやれることはないな探索が ねまあ、結局このゲーム死んで覚えるゲームだからこういう探索も死んでね死にながら覚えていけば全然いいんだけどちょっとね俺のない脳みそだとし真実にはたどり着けないかもしれない真実は今まつになるかもしれないなえー、っとこっちじゃなかったかな 方向音痴が最,最初にモーテルの場所をきちんと把握しておけよかったなどっかに矢印あったよね矢印っていうか道路標識あここだなモーテル何かに何,何かの声がするんだけどねこれディナーレストランになってんのかあここだねここに うお、ん、助かった生き残った生き残ったじゃあここであの鍵とか何か使えなかそれとも何かあんのかなこの辺にアイテムがまだあんのかな俺にはまだやり残したことがあるんだろうかおいなんかくれ何もいないじゃあ赤い液体でもやってみるあ,あもうド,ドキドキが止まらないな ああ怖かったあ正直使いたくなかったんだ正直使いたくなかった使えなくてよかったあーでもなこれこのゲームなんかいろいろ調べてからじゃないと物は使えないとかね発生が発生しないからなイベントは手は手は入らない じゃあななんんなら入んの手が入らないやったら別に何突っ込んだっていいじゃないですか。ん、ね、今何でも突っ込むって言ったでしょ、ハリー。ほら、これできるでしょなんでできないんや。いいかげにしろ、ハリー。あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。ごめん、拾わなくていいんだ。どうせ拾わないんだから。そうね。ゴムボールかな。<laughs> もうゴムボールが懐かしいよ。 なんだ何だが足りないそれとももう進んでしまった方がいいんだろうか多分そこの鍵がまあここの鍵に対応した場所なんだろうけど何を拾えばいいんだ やっぱなんかルアー的なものだよね、拾えるものもしくはあの穴をかくもっと拡張するもの。拡張するものはね、いっぱいあるんだけどね。まあ唯一ちょっと足りないものっつったら爆弾かな。この男に足りないものは爆弾かもしれない。うーん。となると、こういう場所で R が突っかえるっていうことはあまりに あまりね大した理由ではないんだよね。おそらく何か単純なことでつっかえてしまっている可能性が非常に高い例えばアイテムを取り逃している何でそこで突っ込んでくっかなバイオレットの色が美しいんだよな。 あ壁際はダメだな断ることにつっかい,っかいちゃうなまあもしくはそうだねそのアイテムの取り逃しあとはうんそれくらいかなあとは本来アイテムが使える場所で使った はずなのに使えていなかったっていうこともね多分このゲームあり得るね入れる入ってお願いお願いブロックしないでおおラッキーただもう26分なんで26分なんで一回セーブして終わろうかなとも思うんだけどこれでいいじゃんビリヤードの9でね 9なのかちょっと分かんないけどこれ棒でいいじゃん棒でさツンツンツッツッんでさちょっと棒突っ込んだところで鍵は取れないかあじゃピリアーの弾は <laughs> 弾突っ込んだところでかちょっとなあ卑猥かなでもアイテム何にもないもんなうん でもこのゲーム、壁にね、張り付いて丸ボタンを連打するゲームだと、もう半ば思ってるからな。このゲーム、優しいから、あの、針が飛んでくるなんてことはないでしょ壁に向かって丸ボタンを押してだってさ、罠がいきなり俺に突っ込んでくることはないだろうから。ファンクツアー完全にあの、言っちゃいけない言葉だと思った、俺。 このバーのさ裏手に回れないかな回れないかなダメかなあとはでももう何にもないもんな連打してるとねテキスト飛ばしちゃうのが嫌なんだけどこれね裏手には回れないんだよね裏手は公園になってるからとなるともう一個どっか行ける場所があるのか多分 そこでなんか釣り竿かなんかを手に入れるんでしょうちょっとお話が全然進まなくて申し訳ないんだけどもうちょっとでいけそうなんで探索を続けてみようかなあこうゴリラがうるさいんだけどちなみにじゃあじゃあじゃあいけそうなところってどこだっていう話になってくると、まあ、この辺 ね、この奥の方とかなのかと思うんだけどこうあからさまにマップのそのへこみの部分を探してもちょっと望み薄かなあもう犬音が犬音がするからってんここは多分ね回った気がするんだよねこういうところは。 ここは行き止まりじゃなくて助かるこのバーガー屋さんみたいなところはどこから入るんだ入り,入り口が見つからないバーガーってやっぱ書いてあるもんね入り,入り口がちょうど多分俺のカメラの中に入っていないんだろうなちょっと待って入り口がないんだけどこのバーガー屋さんドライブスルー的な ところな,のかなあこれかここかああでも入らないねあの入る気がさらさらないのは構わないんだけどさだったら鍵かけといてくんねえかなそうしないと俺が困っちゃうでここはバッテンくれているから止まらない止まらないで,止ま,ないで止,ま止まるうと死ぬよ あれ、ここが倉庫だったんだ何か取り逃してるものがあるはずなんだよと言ってもな何にもあのハリーが何にもねアクションを起こしてくれないことにはちょっと俺は何もできないんだよな一旦 ま、動画は止めちゃうか。怪しいのは、でも、まあ、ハリーはね、別に興味ないんでしょうけど、ドラッグに関して。持ち歩いてくれないのが気になるんだよね。なんかもう一手間。あ,あ違うか <laughs> ル。ルックでね、おっって言っちゃったよ。恥ずかしいわ。 ねえ赤い水使うわけじゃないもしねこの本にももうヒント自体はないもんねノーマンってのは誰のことだっけなんかお医者さんあノーマン開業祝いあこれがモーテルの人なんだそっかそっかおめでとううん ああパン3菌ミルク3パック卵2ケースえっ、ー、とー毎朝8時までに裏口へ届けること裏口のナンバーは0886んだこれ0886うん裏口ここにも0886が使える 場所があるってことかちょっと続けてやってしまう裏口で「いやーやめろーやめるんだパイキンマン」や「や裏口を探すか」とりあえずおここかうん,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 ん待んてんっんんん待て待っ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 て待て裏口が裏口がないでやんす <laughs> 待ってくれえ裏口はどこで <laughs> どこですかやめろやめてくれ裏口裏口を <laughs> こ,こっちの世界じゃダメってことかいこっちなのか 無理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 どど,ど,うどうしたことだ裏口裏口に回れないんだけど裏手にこっちからあいけない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 んもっと行くべき裏道があるのかそれとおそれともあの番号っていうのはモモーテルの方の 裏口なのか、ま、だとすればその可能性もあるけどモーテルの裏口ってどこよって話になってくるんだよなモーテルってどこですかっていう話にもなってくるしねちゃんと地図を覚えとけって言っただろうある、いいかげにしろよ。まあでこのこのねあの街狭いんで。 観光地化はしない方がっていうかしたところでこんなにね狭いんじゃあんまり楽しむ場所ないよね、まあ、こんなこと言うのもあれだけどさなんか静かにね自然を楽しむってやめ,やめろやめろ楽しむ程度でよかったんじゃないかなとここかここじゃないん出たよあごめん やったやったぞセーブさしぶくれ頼むラジオが棚の上に置かれている壊れているのか何の反応を示せない壊れている9月10日荷物を預けてしばらく隠しておくように言われたやばいことに巻き込まれるのはごめんだがあいつには逆らえない 市民たちの事件もきっとあいつが絡んでいるのに違いない何の話やらテレビが置いてある停電しているらしく電源スイッチをしても反応がないテレビおいではないんだなこれはなんだおあまずいまずいかあーセーブポイント助かる役立ちそうなものはない 宿泊名簿がわか,ににか,いいかんない空城久太郎って名前が書かれているかもしれないだろう <laughs> ここはを開けたあここ裏手から出れるようになっただけかということはここ管理人室になってんのかなテーブルの上に新聞が置いてある病院で切り抜かれていたやつと同じ日付だ捜査難航麻薬 PTV の売人特定できず 相次ぐ開始事件麻薬売買の取締り強化を明けた市長に続き麻薬捜査官が原因不明の心臓発作で死亡なるほど何かたたり的なものが起こっておああいいんだそれは見たんだ,んだそっちの俺タバコとかに興味があこれは磁石磁石か あえてね俺は言わなかったんだよ磁石でもあれば楽だなぁとはね思ったけど怖いバイクだもう何年も動かしていないだろう変だなタンクのキャップ周辺だけほこりが少ない赤い液体後で入れてみようか まあ後でっていうか棚にはバッテリーだのオイル缶などいろんなものが置かれているどれも長い間手をつけられなかったかのように埃がうっすらと積もっているあの真面目な話していいかな真面目な話っていうかちょっと頭の悪い話していいかなバイクちっちゃいのにさ買い替えるのとさ乗り今乗ってるバイクを 例えば5年10年乗り潰すのとどっちがいいのかなであの税,税金とかさそういう関係はい壁にポスターが貼れている今はこんなものを見ている場合ではないじゃ壁パンでもしてくれ壁パンしたら穴が開くかもしれないだろまあこっちじゃないかちょっとねあのそうバイクに乗ってる分際でね申し訳ないんだけどお,お金がなくても 言ったかな俺あのー、ね転勤になったら夜勤と残業が少なくなって給料がめちゃくちゃ下がったっていう話ごめん何でもないんだあの次回は、えっと、バイクに赤い液体をちょっと入れるかもしれないしあの鍵ですね鍵を磁石で取ると、うんまあ、この2つあれば、まあ、20分ぐらいいけるんじゃないかな。